はいみなさんこんにちはレック専任講師の早川と言います本日はですね社老子講座の直前期において行われる早川道場のプロモーションをしたいと思いますよろしくお願いいたしますはいえっとですねまずこちらのプレゼンターを見てほしいんですけれどもまあレックの本稿とかデジタルパンフレットにも載ってると思うんですがホームページのねこの2022年合格目標 社老子直前講座っていうのの、えー、パンフレットがあると思うんですけれども、まあえー、通常の、えー、直前対策講座は、まあ、白書や、ね、選択式とか、えー、模擬試験とか、えー、改正法とか、えー、実践討練とかある、ねえー、レックの講座とプラスアルファレックでは、えー、ここの講師のオリジナル道場っていうのをやってるんですね。でこれがですねちょっとまあ説明しますと、えー、講師のオリジナル道場というのは ちょっと待ってください。はい、ここにね、このパンフレットの二十ページにレック人気講師による道場シリーズっていうのがあるんですけれども、直前期に講師が提案して企画した講座っていうのをマレックでは用意してるんですね。それでまああの直前期っていうのは一般的に五月からなんですけれども。 まあインプットが一通り終わります。そうすると、えー、まずインプットの復習、忘れてるところの復習なんかを皆さんはねテキストを読んで <laughs> すると思います。それから問題訓練を増やしていかなきゃいけません。インプットでやったことがどれだけ問題文を読んだときに引き出せるかっていうふうにね、まあ過去問題をやったり答案練習をやったりね。で今度じゃあ。えー 模擬試験というのがあるのでそれで今自分の実力がどのくらいあるのかそしてどこの知識が落ちてるかっていうのを確かめたりする、えー、そういうあのことを始めるのが直前期なんですよ。でその中で、えー、レックではいろんな先生が、えー、自分の企画でねこういう道場っていうのをやってるんです。で、えー、私が、えー、私早川が、えー、あるのがあの今回やるのが2種類あるんですけど、まあ、ちょっと年金に特化した。 えー、早川の年金法特訓道場というのと、えー、早川の年金額ポイントレッスンというのがあるんです。この説明を今からしたいんですねで、まあ、なぜこれ考えついたかというと、えー、社労士試験の中で、えー、年金はまあ難しいと言われているので、まあ、苦手意識を持っている人がいるんです。えー、ただしね、えー、配点が択一で20点あるんですね国民年金と厚生年金。ね、で選択でもまあ5点ずつある だ二十点と選択でえ十点これ大きいですよねえこれ苦手意識持ったままで本試験を迎えてしまうとやっぱり合格点は確保できないだからまずは年金の苦手意識をなくしてもらうのとえあとはねえ問題訓練をやってえその基本的知識をどれだけ引き出せるかのねえ訓練をねえしてあのしてもらいたいなと思って考えましたで年金っていうのは確かに仕組みは難しいんですけれども この仕組みを覚えてしまうといろいろ応用できるんですね。はい、えー、じゃあそれがどんなものがあるかもうちょっと見てみたいと思いますね。はい、えっ、ー、とじゃあまたプレゼンターに、えー、今度考えましたのが私がねこの年金法特訓道場っていうのがとねこの年金法ポイントレッスンっていうのが二種類あります。でこれはえっ、ー、とパンフレットの四十六四十七なんですが。 まずポイントレッスンの方から行きましょうこちらの方がインプット講義ですねでここに年金法で暗記が必要な事項を図や表を利用して講義しインプットの知識定着を図りますというふうに書いてあるんですがもうちょっと大きくしましょうかこう、ね、年金法で暗記が必要な事項を図や表を利用して講義しインプットの知識定着を図ります、ね はいでまあ、この講座の狙い直前期に向けてインプット知識の定着のために年金法で重要ポイントとなるもの、まあ、支給要件とか、ね、あと年金額なんていうのもあるんですけどいろいろテキストに載ってたと思うんですがまず図とか表でかあの分かりやすく説明してでこれを暗記しましょうというののレジュメを作りました。ね、ここののオリジジナルレジュメというのがありますだから知識定着と得点力アップ、ね、これを時間 2回やります、ね、でちょっとね、えー、昨年使ったやつを、えー、ちょっと開けてみようかなと思うんですけれども、えー、今私の手に持ってるんですが例えば、えー、こういうふうに支給要件っていうのが年金の支給要件いろいろあるんですけど私もね同例だったらまず国民年金と厚生年金一緒に1個の図にしちゃいます。ね、で例えば、えー、60歳では前半の 老齢厚生年金60歳に達していること1年以上の被保険者期間を有すること受給資格間で今度こっちだと65歳に達していることをい、ね、あと被保険者期間1か月であればいいっていうねこれも対比させてね、えー、分かるようにしてますでまあ老齢基礎年金であればね65歳に達していること、まあ、あとは受給資格間10年満たしていることとかね、えー、私の考え方としては、えー、厚生年金と国民年金を もうう常に一体化してて考えるっていうねこれがこれだけじゃなくてじゃあどういうふうに暗記しましょうかということが今のがこういうふうにこの下に細かく表でなってるんですね。で、えー、じゃあ60歳代前半と65歳からどうしようとかね、えー、こういうふうにもう電車の中でも暗記できるように、えー、こういうふうになってでこうイメージできるように可視化してありますね。 え例えば遺族の基礎年金なんてなってるくるとねえ基礎年金国民年金側と遺族厚生年金厚生年金がちゃんと対比させて考えてありますねえー、こちらの方も、えー、じゃあ障害の基礎年金と障害厚生年金の違いっていうのをね、えー、常に国民年金と厚生年金を対比させてつかあの考えていくるそうすれば覚えやすくなると思うんですね。 で、えー、さらにこう図を使って、まあ、保険料の不要件なんかね、えー、やってくる、まあ、テキストにあったと思うんですけれどもあの暗記事項を図と表でまとめてでいつでも持てるようにしておきますこれが大体40ページ分ぐらいありますので、えーまあ、あのこれだけで大体、ねえー、重要事項は暗記が進むと思うんですよ。ねでえー、これがですね、えー、生講義と、えー 通学と通信って分かれてますんですが、えー、レックの場合は通学講座を取っても必ずウェーブフォローか DVD フォローは付いてますから基本ウェーブフォローで1万5千円ですでまああの私がね横浜港の担当なんですよだからも横浜に来れないっていうんであれば、まあ、通信でもいいかなっていうのがあるんですけれども、えー、一応通学でも休んでしまったりあとで予習復習をしたいって場合はウェーブフォローも付いてて、まあ、基本的に同じ値段ですからね はいでえー、これが生のスケジュールとしてみれば、えー、7月16日の土曜日に、えー、この時間帯に2.5時間2コマで行われるというふうな感じになっています。ねえー、でこれが、まあ、いわゆるインプット講義今度は、えー、こういったインプットの知識をどれだけ問題訓練で引き出せるかというのが、えー、この年金法特訓道場というのがあります。でこれは一、ねえーまあ、一問問答過去 レックの生徒さんは持ってると思うんですけど、えー、一問一答の過去問ブックっていうのがあるのでこれを使いますねでまあ10年分あるので、あのー、全部は解けませんから、えー、私の方から今から何分間でこれを解いてくださいって言います、ね、でそれをまあ解説するって形なんですけれども、えー、まあ特徴としてみれば例えば15分から20分で何問解いてくださいって言った後に、えー、解説時間はほぼ倍かけます。 分分分かかららで解いいた問題を45分ぐらいかけてやります <coughs> 単にその問題のここが違いますよっていうだけではなくて、えー、この論点について、えー、もう一回考えていきましょうというふうな形でインプットに戻りますですからあの、まあ、このプレゼンターにね白い紙こう図を書いたりして、えーねまあ、教室だったら黒板で書けるんですけどあの通信の場合はあのこう図を書いたりしてもう一回論点に戻りましょうと。 例えばね、国民年金の振替りり加算なんか、それだけでかなり出てるんですよ。だい、振替加算の問題が出たら、そこの論、そこの問題だけの解説をするんじゃなくて、もう全体をやる。もう繰り上げって言われたら、えー、繰り上げに関わることを結構やっていく。ね。はい、ね、もう退職時書いて、そしたら、ね、あの六十歳以降は。あの、定時改定になりますよね。で、そういった、あの、例えば、一つの問題があったとしたら、そのテーマをすべて。 ある程度出るような観点を、あのー、一つの問題に対してなんだけどそこだけの解説するんじゃなくてインプットに戻って解説するにしますだから解く時間よりも解説時間も倍かけるという感じにしてます。ねはいえー、で、えー、とこちらの方が、えー、生講義だと6回の予定になってます。ね だからまあ大体2セットぐらいで今からじゃあちょっと15分から20分でここまで解いてくださいって言った後に、えー、45分解説でまたちょっと15分から20分でやってくださいって45分解説で大体2時間半ぐらいにいっちゃうんですね。はいで、えー、6回でやるので国民年金厚生年金国民年金厚生年金というふうに,にやってきますね、えー、常に一体化して考えられるように、えー、していくって形を取っていきます。 でこれも携帯としてこれ生講義来た場合の話であってえっ、ー、とやっぱレックのやつは通学すれば、えー、必ずウェーブホールがついてる形になりますで横浜に来れないような人は、えー、通信だけって形になりますね、えー、ただちょっと通信の場合は2時間半ではなくて解説講義のみにしますここにね書いてあるんですけれどもねだからあのもうビデオの中で今からここからここまではやってくださいって言って で、まあ一回ビデオ止めてくださいね。じゃあ、あの、何分経ったら、えー、もう一回じゃ解説しますので、えー、またビデオつけてくださいみたいな言い方をします。ただ分かるように、えー、やりますので、ね。はい。えー、で、まあ、あのー、45分の、えー、解説を、まあ1コマでか2回でやるから、まあ90分という形になります。で、これが6コマという形になりますね。はい。でね、ここにね、えっ、ー、と、 で例えば通話で教材なしって書いてあるんですけどこれ、教材つけませんって意味じゃなくてあのこれ、レックの2022年一問一答過去問ブックっていうレック生なら持ってる教材なんですよね。だからこの人たちは教材なしで頼んでほしいんです。レック生の人は基本的にこれです。ね、で一般の人も、えー、いらっしゃるのでその人たちはレック生じゃない人たちは教材やはり教材を一緒に頼んでくださいよっていう意味です。 ねえーまあ、3000円、こっちで高くなるという形になりますね。はい、だから一問一答、えー、過去問ブックを持っているか持っていないか、で持っている人はあの教材なしです、ね、教材なしで申し込みますよという形になります。ね、で持っていない人は教材ありですよという形、ね、で、教材も一緒に申し込みますよという形で、えー、申し込んでください。ねはいえーでまあ、これも、ね、通信6回分、えー、通信だと、まあ、6回ですね。 はいえー、という形でででやってますす、まあ、生でも6回ですねあの、まあ、基本的に同じ内容を、えー、解説するという、ねえー、形を取っていきたいと思います。ねはいえーまあ、こういった、えー、2つの、えー、講座を、えー、用意してるんですけども、えーまあ、あの特訓道場なんかは、まあ、問題をやっていく過程で解説をもう一回してインプットに戻るので、まあ、そこで全てのことをこう思い出してくれるみたいなんですよね。 でえー、ちゃんとあの単に読むだけ解説読むだけじゃなくて、まあ、難しいところではやっぱりあのこうプレゼンターこういうところで図を書いたりして説明しますね、えー、なので、まあ、しかも6回ですから、ねえー、ここ国民年金厚生年金6回ですねで,、えーでまあ、やっぱりねあの直前期に、えー、まあ 勉強すする機会を作りたいってことなんですよね本来は生で教室に来て解いてもらうと。でまあ教室で解けば緊張感のある中で解いてですぐまあ解説をしますから、まあ、あの定着しやすいんじゃないのかなという形でちょっと考えました。ねはい、でまあそれとは別にね、えー、とこのポイントレッスンの方はあの、まあ、もう一回テキストを読んでね復習とかで直前期にすると思うんですけどやっぱどこが ね、テキストやっぱり2科目すごく暑、ねえー、いのでいろいろどこをじゃあ中心に覚えていっていいのかじゃどこを暗記したらいいのかとかね、えー、そういうことをやっぱ整理をしていかなきゃいけないんですけど、まあ、それをもう整理した形で、まあ、こんな風に表にしとけば、まあ、これを見ていけば暗記できますしねあの、まあ、こんな感じでね、えー、で直前期の空いてる時間でこれだと隙間学習ができるんですよね。 パッと見ると、じゃ厚生年金ニ単独居高齢者ってなんだ？あ、忘れてたなっていうことになった時に、この表があったり暗記事項がちゃんとまとまっていると、あのー、まあ、ね、分厚いテキストを毎日毎日こう読んでる時間ってないんですよねと思うんですよね。だから直前期にパッとこう見て、えー、あ、忘れたところを暗記しようかなっていう風な形でこうやって見ておくと。 まあ全部図解になってます、ねえー、まあ年金の出し方なんかもね、えー、こんなふうになってこの内容をこの後詳しくやっていくっていう、ねえー、形でいろいろ見たことあると思うんですけどね、えー、こういうのをやっていきます。で見たことあるんですけれども一冊のテキストをまた端から端まで読んでいくってことになると、まあ、非常にね他の科目もやらなきゃいけないでテキストを読むことはすごい重要なんですけれども覚えなきゃいけないことは何度も見なきゃいけませんから。そのために まあ40ページぐらいに集約したのが、えー、このポイントレッスンになります。あ、こっちら、ねはいまあ。これ、去年のやつなんですけどね、あの、今年も大体ね、また重要事項を抽出して、ず、えっ、ー、と表でまとめます。だから、この2つをやっとけば、このインプットのポイントレッスンをやって、こちらがまあ、えー、生講義でも、えー、 最後の最後の7月の16日ですねで。ウェーブだったらもっと早くから7月4日から見れるようになってますね。でその後、えー、こちらの特法の特訓道場で、えー、特報の訓練をやるってことになるとまああのー、得点力がアップするんじゃないかななんていうふうに思いますね。はい。えー、まあそういった形でこういった2つの講座を用意しましたね。はい。えっ、ー、とぜひね、えー、ご受講の方 お待ちしております。で、まあ横浜に来れなくてもね、えー、通信でも、えー、ちゃんとできるようになっていますので、えー、ぜひね、えー、皆さんお申し込みをして、えー、年金の苦手意識を、えー、なくしてほしいと思います。はい、えー、それではね本日はご清聴ありがとうございました。はい、どうも。